こんにちは、旭ヶ丘町内会の久保でございます。今日はね、不法の手続きについて、お問い合わせがありましたんで説明しておくための動画を撮らせていただきます。まあ、この動画を見ればですね、不法がご近所であった時にどのような手続きをすればよいのか誰にでも分かるようになっております。例えばですね、あるブロックで、あるブロックといいますか区でね、例えば35区っていうのはないですけども、35区で、まあ、お亡くなりになった方がいらっしゃったと。で、最近はですね、家族葬っていうのをして、まあ、公には知らせずに、そのお葬式葬儀全てが終わった後で、すいません、先日のことなんですけども、うちでこういうことがありましたということで区長さんに届ける例が多いんですよね。手順としては、まあ、そういうふうなね、不法があった場合は、あったその不法があった区の、この場合は35区ですけども、35区の区長さんにお知らせいただくということがスタートになってきます。で、区長さんはまずね、総務の方に連絡して不法があったこと、何区のどなたに不法があったことをお知らせください。で、総務の方から会長の方に連絡が入ります。で、区長さんは総務の方以外に、まあ、三役の方ね、特にですね、35区でしたら35区のブロックのブロック長さんにお知らせいただくと、すいません、連絡が2箇所になりますけどもね、その辺お願いします。で、三役のうちのブロック長さんがこの報告を受けたら、他のお二人のね、ブロック長さんにお知らせいただければ幸いでございます。これが第1段階ですね。で、第2段階はですね、まあ、町内会から5000円の香典を、ご香典ですね、お供えすることになってますので、総務の方がこの5000円を袋に入れてちょっとね、書いて用意するということになってます。で、例外もあります。例外としてはですね、今回は35区を例にとりますけども、35区の中では昔からの風習で、その区内の町内会の方、もしくは町内会に入ってなくても近所の付き合いのある方ね、その区内の方が、まあ、香典を払うことになってるんだよってことでしたら、町内会からの5000円っていうのはちょっとね、控えさせていただいて、その区の中で、1世帯あたり1000円ぐらいを、まあ、区長さんが、まあ、もしくは総務の方、場合によっては総務の方とね、一緒に回って集めるという形になると思います。まあ、そういった形で、ご香典を用意されましたら、そのご香典とですね、区長さん、それから総務の方、まあ、場合によっては会長も行ければ行くんですけども、会長、区長さん、総務の方全員がね、集まるのを待っていたらすごく日が伸びちゃうよってことでしたら、まあ、その中の2人が、お二人がね、まあ、不幸のあったお宅にお邪魔すればよろしいかと思います。で、お邪魔した時に、まあ、ご香典を持っていくのと、プラスその時にね、これはちょっと不法のあったお宅に配慮しながらなんですけども、不法通知作成確認シートというものがあります。これはどなたがいつ亡くなったのかということをお知らせいただいて町内会に届けるものでございます。で、これをもとにですね、町内の方に、まあ、今度の、ね、定例会でお知らせするという流れになりますので、そちらのシートの方のご記入をちょっとお願いすることになります。もちろんこれね、ご不幸のあったお宅に配慮しながらになりますので、隅から隅までちょっと書けないなっていうことでしたら、分かる範囲で書いていただければ結構でございます。全部埋める必要はありません。はい、以上のような形になりますけども、ね、このね、不法の流れっていうのは町内会の規則の中にもありまして、まあ、ちょっと読むとまあまあ長めになりますので、こうやって口頭で説明させていただきました。これでね、私の説明でもちょっと分かりにくいよってことでしたら、説明に伺いますので、ご連絡いただければと思います。まあ、いろんな時期がありますけども、その町内でね、お亡くなりになる人がいなくなるってことは、まあ、基本的にないですから、不法についてはいつでも準備しておかないといけないのかなという形でございますね。で、まあ、お亡くなりになる方が少なければ少ないに越したことはないんですけども、一定の確率でね、一定の期間内に、お亡くなりになる方は出てしまいますので、普段から連絡取り合ってですね、まあ、お見送りの用意ができるようにお互いしておければなというふうに思います。それでは、このね、2020年6月14日の連絡でございましたけども、以上の不法の葬儀規約などは2015年9月10日に改定されて、それが最後になっています。もしね、時代に合わせて変更する点などございましたら、規約の方を再改定しますので、こちらの方もご相談ください。以上です。